Hey guys, and welcome back to another episode of the Banpresto World Figure Coliseum, where this time we're going back into the world of One Piece. I'm really excited about this sculptor. He's from China. His name is Shensong Wang, and he's only been sculpting for 4 years. 4 years? No way. That is really short, and like, he's just amazing. And he actually chose a woman One Piece character, a female. That's pretty rare. Like, I don't know why, but traditionally in the competition, we usually see male characters, so... Well, I have to say, it's also Nami. So she's pretty awesome. So I can't wait to see what he does. All right, let's go ahead and take a look.之前一直都做平面印刷多媒体设计这样的专业吧，然后毕业回来之后，在中国我也做了一段时间平面设计师，但是我一直觉得平面设计这个工作里边缺少一些人物的东西，平时我们都设计一些平面的东西，和就是说和人没有什么关系，但我想做的东西更具有人文一些。所以我把我的兴趣爱好带到工作当中，然后摸索着成为一个原型师。手办作为一个艺术表达形式嘛，它不同于文字和语言，它无论你是来自哪个国家的人，你都可以去欣赏它，用你自己的角度。所以说这个东西对我来说吧，可以说是没有国界的东西。当下快节奏的生活当中，还有一群人在细细的打磨自己的作品和打磨自己的人生，我觉得很了不起。2014年5月份吧，有一个杭州明日杯比赛，然后这个时候我就带着我其中一个作品去参加这次比赛，然后在里边获得优胜奖之后，慢慢的开始有人过来找我，问我愿不愿意接受那个做原型的这个工作。然后从那个时候我就发现好像已经不是爱好那么简单，然后就是慢慢有走向职业道路的那个门向。有一次我在上海文庙，就是那边有一条手办街嘛，然后我就看橱窗里边，他们这些就是有一些橱窗里边就摆了那个航海王的手办，所以说我当时我就看到有一个造型王比赛的一个路飞的形象，他是一手扶着草帽，然后一手挎着背包，然后身体上面有很多细节。我之前看到的手办都是打磨得很平滑那种，但是做成这种风格的我也是第一次见。我当时给我的感觉就是，啊，原来手办还可以这样做。之后在做作品的时候，我也有融入进去，有参考进去这些元素。当航海王正版引进到国内之后，我也有幸观摩了一下这个作品，越发觉得特别有趣。怎么说呢，做手办原型制作其实是做一个就是说不断重复的一个工作，它里边有很多你做的事情和要素都是你之前反复在做的，当然在这个过程当中也是对自己心性的一种磨练，一种修行。在这些步骤里边，让自己沉淀下来，然后把自己融入到作品当中，把自己想表达的东西融入进去。但是一般有的原型师他喜欢推着做，先做一个头部，然后再做身体躯干什么的。但是我比较注重整体的平衡性，所以我一般做的时候是从骨骼开始做，然后把头部骨骼做出来，然后再给它添加肌肉，这样的话你无论在什么阶段看上去它都是一个相对比较完整的作品。
最大的挑战无非就是说，当你把所有元素组合在一起的时候，看上去是否和谐，就当你的手腕重心不正确的时候，看上去它是不平的，不舒服的。这个第一感官上，就算没有任何美术基础的人也能看出来问题。这个虽然说是最基础的问题，但是也是最重要的问题。第二个就是说，做出来的效果之后，它是不是能被归纳成一个简单的几何形体？比如说强调它是一个圆形，或者它是一个弧形，它有个趋势在。如果说你把所有元素堆砌进去之后，看上去杂乱无章的话，那这将会是一个失败的作品。当你做手办的时候，往往有的时候，有的人也会，就是说迷失掉自己，他会把很多华丽或者很多元素加进去，而忘了最基本、最简单的这一个点。以往造型玩偶比赛里边，女性角色并不是非常多，所以说，通过女性角色最终走向取得一个非常好的成绩的人也不是很多，所以我就想挑战一下自己。一开始娜美在她家那个村子的时候呢，然后她家里边被鱼人给占领了，因为鱼人非常强大，对于就是其他想反抗她的人几乎就是没有，但是娜美就是非常勇敢的去做这件事，而且她做这件事的时候不被大家所理解，这样的话就给我感觉就像我一开始在做手办那件事的时候，大部分人对做手办这个东西并不是非常了解，其中我也感受到很多阻力，所以在这个方面的时候，我觉得我和这个角色有一些互通的地方。我觉得做一个手办来讲，它辨识度，就是说在脸这一块非常重要。那我就是参考了各种各样娜美的脸部的资料。这是我最开始做的事。首先就是说，作为一个手办来讲，它身体的曲线是非常重要的。不管你怎么看，它都是一个呈一个 S 型曲线，就对于做出一个女性角色来讲是比较美观的一点。就是说上半身呢，动作采取一个大开大合的，就是少林棍法，一手持棍，另外一个手托着棍，就是标准的中国武术的一个动作造型。那么下盘腿部以下就为了配合上半身的这个造型，然后就设计了一个越起的姿态，所以说这两个把它配合在一起，就形成现在这种特殊的动作，它其实是一种武术的动作。所以说既然我是中国选手，那么我就希望加进去一些中国的元素，所以就给他穿上旗袍，因为我来自中国的选手嘛，我有非常雄厚的文化背景在，所以说我做出来的东西体现出来的一些很微妙深层次的意识的方面的东西可能会和其他选手不一样，这也算我的一个优势。这个作品也好，它里面会有一些相同的东西，但是又有一些不同的东西，我觉得这就是我能取得优胜的一些理由吧。当这个比赛走到国际这个舞台上之后，就能让更多，就是说它会吸引很多外界来报道，它能让更多一些原来对手办不了解的人对这个东西有所了解，产生兴趣，从而扩大整个这个市场的范围。还有很多优秀的中国作者，但是偏偏就是我来参加这次比赛，当然感到非常自豪和开心。各位承让的，该拿奖的时候，我绝对不会客气。我来就是来挑战一下。Wow, that
Nami figure, I mean, beautiful. It was mind-blowing, just yeah. the way the cloth flowed and the pose and everything. I love that he brought his culture, pretty much his identity, to this figure of Nami, putting a dress, a Chinese dress on her, mm-hmm. to show his pride in his country, and I thought that was amazing. And it still kind of worked in the context of the character, and also the choice of Nami. He kind of drew that comparison between himself, right. and how he can relate to what Nami was relating to when the fish tribe right. attacked her village, right? Exactly, and he feels like he's so much like Nami, which is really awesome because even though she's a female character, he didn't care. He talked about how Nami was strong and she stood up for what she believed in. And also he believes in, you know, sculpting as an art form. You know, that is his language that he chooses to show the world. And I find that very, very exciting. Exactly. Yeah. And you bring up an interesting point, mm-hmm. language, because I remember there was a comment that he had mentioned sculpting is an art form that transcends language or something to that effect. Yeah. And I think you speak multiple languages too, so you can yeah. comment on this. And yeah. It's interesting because I find myself in situations where I just can't express myself properly because the words might not exist. And they just use their mediums talking about, well, they don't have to talk about exactly, anything actually. Because it's right there. Yeah, I mean, you can exactly. see everything they want to say embodied in that figure. And I can't wait to see how well he does in the competition. I've got pretty high hopes too. Welcome back, and now we're going to be taking a look at an artist from Japan, Mr. Yamaguchi. Yeah, and I noticed that he actually chose a character that's a reoccurring theme in Banpresto Figure Coliseum, and it's Zoro. He chose Zoro, so I can't wait to see how he takes this Zoro to the next level. I'm really excited to see. Me too. Let's go ahead and roll it. まあ、あの手を動かすのが好きだった感じですかね。あと、まあ、プラモデルとか作るの好きだったんで、次の形に変化したのはもうラジコンですかね。ロボコンとかテレビでやってたのを見て、ああいうの出たいなと思ってました。最初はね、そう、内容だったらそのロボットがこう動くとか機構を組んで、だからラジコン入ったんでいうのが楽しかったんですけど、それはやっぱ頭良くないといけないからそっち行けなくなっちゃって、そのグラフィックの方に、まあ若い時にはありがちな、そのかっこいいポスターだとかかっこいいプロダクトとかに憧れたんですけど、でまあ一応美術大学受けたら入れたんで、平面が専攻でした。だからあの立体じゃなくて平面の方、なんか手を動かしたもの、自分の作ったもので相手を黙らせられる方がかっこいいなってちょっと思って、職人が作ったものってさ、なんか見ただけでその人が何も言わなくったってすげえかどうかって分かるじゃないですか。それがかっこいいなと思ったんですよね。たまたまフリーで原型師をやっている方がいて、そこにバイトに行けるきっかけがあったんですよ、その友達づてで。でそこにまあどういうことしている人がいるのかなと思って興味があって行ったら、まあ原型師って仕事があって、もう本当最初それこそ3年4年は師匠の技術とかを盗むだけだったんで、まあパソコンデジタル使うのは特徴だと思います。デジタルの利点を使えるんで、それは他の人たちとはちょっと違うかな。例えば顔を作る時もデータでパソコン上で作る分にはまあ画面いっぱいいっぱい造形できるんで、細かいとこまでできるし、顔が例えばもうちょっと大きい方がかっこいいかもしれないとか、こうなった時は、まあ、フィギュアとかだいたい手とか足がちょっと大きくなるんですけど、でブーツもう少し一回り大きいとか、 100%、105% とか 110% の方が大きいとかっていうようなことが手で作ってたら検証は
ほぼほぼ無理ですけど、データだったらじゃあこれじゃあ 105% にしてみて置いてみようかなみたいな、で画面上で見たらかっこいいのを簡単に選べるから、その辺はだいぶ違うかなと思います。コンマ2ミリの線をまっすぐじゃあここからここまで引けって言われたら多分俺はできると思います、手でも。それは師匠にそういうふうにできるようになれって言われてたからできますけど、デジタル知っちゃうとあれもっと簡単にできることあんだっていうのはありましたね。まあ仕事として来ていいものを納期までに収めるっていう時にデータの方がいい時はデータを使うし、手の方がいい時は手を使うっていうようなことができるんで、手造形ができた上でデジタルのシステムを使えるっていうのは今の現状は強みだと思います。けど、まあ、人のフィギュアとか売ってるものを見てすごいなって思うのはディティールより、まあ、ディティールもちろんね、自分がディティールを追うのが好きだから他の人が追ってたらあって思いますけど、基本的にすごいっていうのはやっぱりその雰囲気というか、まあ、それはやっぱりあのユーザーさんのニーズに応えてるんだと思うんですけど、ことができてる人、例えばじゃあこのキャラクターはこういうポーズをするだろうなとかいうとことかに入ってくるちょっとした、じゃあ例えば手のがまあこう開くときこうなのか、ちょっとこう指が少し入れてる方がいいのかとかっていうような、まあツッディティールかっていうようなことがちょいちょいできてるフィギュアはやっぱすごいなって思いますね。あのなんね、ここのまあ例えばね、まあこれでちょっとこうズボンのがめくれてるとかめくれてないとかで、そこにこう肌を見せちゃうとかっていうことをやってるのはすごいなって思います。原型師なんで自分は、あの商業原型、大量生産されるっていうのは前提なんで、ちゃんと金型で抜けるとかいうようなことを考えたいんですよ。あの一個だけいいものを作るっていうのは多分できるんですけど、そうじゃなくて商品になった時になるべく良くしたいっていうのがあるんで、分割をするんですね。パーツパーツを分けていくとか、そのあとはその工場なりメーカーなり渡した人が組みやすいようにするとかっていうのがすごいあって、例えばこれでも今多分 40-50 パーツにはなっちゃってるんですけど、どういうふうにしたってここにこうはまるとか、髪の毛と顔とバンダナを全部分割してあるとか、あの服、例えばズボンの分割も例えばここの縫い目でやるとその分割したものが合わさった時に違和感がないっていうか、その例えば多少ずれても縫い目なんで問題ないんですけど、例えばこういう唐突なところで切っちゃったりとかするとやっぱりそれは違和感になるから、その辺はすごい考えて、その構造から来る分割にして、なおかつそれが生産しやすいだろうなっていう方向にしたい。まあ、今回ゾロだった理由はもうすげえ俺の中では分かりやすくて、世界大会っていうことだったんで一番日本っぽい、まあ、日本刀3本持っちゃってるんで嫌でも日本っぽいじゃないですか。せっかく世界大会で海外の人たちとやるんだったら、日本人である自分は何かそういうものを持ってやりたいなって思ってたんでゾロにしました。まあやっぱり最初はポージングなんですけど、まあ、ポージング取る前に俺はいろいろ調べました。日本刀の構え方だとか、日本刀での戦い方だとか、日本刀を2本持つときってどうなんだろう、抜き方どうなんだろうとか、そもそもまあやっぱり長い刀を3本持ってる剣士っていうのは多分存在しないんですけどね。だけどまあアニメのキャラクターとしてじゃあそれをどう落とし込むかっていうことも、鞘3本の収め方だとかプラスその刀の持ち方とか、まあ、例えばじゃあこの服のなびきが自由にできちゃうんだけど、それをこう全体見た時のバランスだね。作る時って俺ほぼそればっかやってるんですよね。もう少しじゃあこの袖なんですけど、袖がもっとこっちに行ってた方がいいのか、こっちに行ってた方がこっちに行ってた方がいいのかっていうのは、まあ、どこでもいいのをどこに収めるかっていうのはフィギュアを全体見た時に的と密のバランスとかはずっとやってますね。だからこれもね、別にこれで終わってもいいけどちょっと上げるのか下げるのか、もしくはこのままにするのかっていうのも含めて、それがなんだろうな、難しいで、それがなんか今回のゾロは収めなきゃいけないものがいっぱいあるんですよ。あのこの
間の中に。それがね、ずっと大変で、そればっかりだから造形期間の半分ぐらいずっとそれをやってますね、そのディティール入れるより。あと今回ちょっとね、僕がやりたかったことは、その日本の造形をしたかったんで、葛飾北斎とかの浮世絵とかを結構見て、あの浮世絵のアウトライン、着物のアウトラインとかをちょっと造形に入れたいなって思ってて、原作とかアニメとはちょっと違うんですけど、こういうちょっと逆アールとかエッジの効いたアウトラインがその北斎の受けとかあったんで、それをちょっとトレースできたらなと思ってやりました。そのこの大会ちょっとだけそういうある程度幅をね、あの原作より持たせてくれるんで、筋肉にしてもズボンにしても全体的にちょっとそのアウトラインを入れたくて今回はやりましたね。自分の中でいつもの造形とはちょっと違うんで、いつもこうリアルなシワだとか、もうリアルにって思ってたんですけど、それにちょっとだけそういうディフォルメを入れたのが世界大会用かなって。海外の人が自分でじゃあ作ったこのゾロにどれぐらい賛同してくれるかというか投票してくれるかはすごく知りたいです。まあ日本のはもちろんそうなんですけど、日本では今まで大会の感じでなんとなくわかるじゃないですか。それは海外となると多分全然違うだろうから、それを知れるのはちょっと楽しみかな。ドラゴンボールに出てるバロックが作ったあのクロコダイルがあるんですけど、あれは本当にすげえうまいなって思ってて、まあ多分それは俺が作ったらああいうふうにならなかっただろうから、俺と違う感覚と感性でああいうふうに持っていけたっていうのは、あれは本当にすごいかっこいいと思うし、まあ今回一緒に出てるそのウロタ君も、なんだろう、その悪魔の実の能力をうまいことこう、そのこのレギュレーションの中に落とし込むのとかは、まあアイデアですよね。だからそのキャラクターに対する愛が多分すごいんだと思うんですけど、まあ実際みんなうめえなって思って困ってます。やっぱりこの大会に出させてもらって海外の人たちと一緒に競えるっていうのはすごい楽しいですね。で、同じキャラクター、ワンピースとかドラゴンボールって決まった中で全然違うアプローチをしてくるんだと思うんで、それは本当に楽しみですね。ただまあ日本のアニメーション、ドラゴンボールでワンピースのキャラクターをやるんで負けたくねえなっていうのは感覚としてあるかな。楽しみたいです。楽しんでいきましょう。あ、やっぱり日本のキャラクターを日本人が作るのすごいなっていうふうに思わせたいです。I love that Yamaguchi fully utilized motion in his figure. Zoro looked like he was just lunging at you, ready to slash you into pieces. And I think that's what he really wanted. And for him to take the extra step and learning everything about the weapons and also how to hold them really helped a lot with his end result. I think so. He seemed, from his interviews, like a very methodical and calculating guy. So, right.The attention to detail is a recurring theme throughout a lot of these sculptures, but I think each sculptor places an emphasis on a different aspect of the detail. So in Yamaguchi's case, that detail is sort of the background research, right, as opposed to some of the other ones might, you know, sculpt very fine details in the sculpture itself. So I think a lot of the detail comes from the research, which is right. interesting. And I think that for him to be so...you know, smart, right, about everything he does, he knows how to sculpt and also sculpt in 3D, which is amazing. That's the first. That is very interesting. And depending on what the situation or the item calls for, right, he can switch to either medium. And that's really cool. And I think that for him to be able to transition so quickly gives him maybe a slight advantage, yeah, you think, maybe? Who knows? All right. Well, you guys let us know what you think about his Zoro figure.And we'll see you guys in the next episode.